さあ今回もワールドボックス遊んでいきましょう。さあ今回は種族チャンピオン戦と題してですね、この、対象な4つのエリアがあるんで、ここにね各種族を置いて競わせようじゃないかと。でこんな感じでね、端っこから始めていって、この辺で農業をやって、ど真ん中雪入れで戦うと。でちょっと水はありますが、船がねいるような距離じゃないので、これ争ってもらいましょうか。でルールはね、基本的に、この平和なモンスターがついてるんで、通常の状態でね、ちゃんと年齢で死ぬし空腹になるので、そうだね、うまく内政もやりながら勝てる種族がトップになるんじゃないかなと。で何ずつにしようかな。20人くらいにするか。1回止めまして、同時に出さないといけませんから、これまず人間と。止めてるとね、これ出るんですが、国名が表記されないんで、人数がちょっとわからないですね。とりあえず置いといて、後でちょっと追加しましょう。で人間エルフちょっと最弱説があるんで、対照的な位置に置きましょうか。よし。で次ドワーフ。で大本命オークと。さあ一旦見まして、オッケーかな。さあではここでね入れましょう。エルフに4人、オークに3人、ドワーフに5人、人間は12人か。あちょっと離れてますね。よし分かった、ここに追加してやる。命を刈り取ればいいんですね。さあ20人ですね。これでどうね展開していくのかと。さあまずはね畑から作っていくので、進出が全員にとって重要な課題であり、鉱石はねふんだんにありますので、これをね使ってどんどん発展してもらおうじゃないかと。さあ誰がどこがね、早く人数が増えるのかと。家の多さ的にはねエルフ結構頑張ってますね。道が必要ないのかな。ドワーフはちゃんと道から作っていっていますが、そういった違いもあるんですね。エルフとオークは道を作らないと。おっ3人間増えましたね。さあこれまず石のエリア来たんで、こっから石が取れると。でも資源的にこの鉄、金、石、こんだけあればね、十分できるだろうと。で、ここまで来たら食料がね、増えるんで、ここが、ある種、開幕ナイズじゃないですけど、人口が爆発する場所かなというところで、人間が、あれだね、一つ抜けてますね。今戦争すれば勝つんじゃないかなという状態だがさ、多くが愛用している。戦争かいきなり小競り合いですね。おお突っ込んできたよ。おおで作りましたね、流れるように。さあまずこれはやられちゃったね。多くとの小競り合いが続いてますね。さあこれはどうだ。オークと人間の戦いが激しいんで、ちょこの辺だね、見ていきましょう。あ、もうやっぱ弓ありますね。人間か。人間はもう弓を作っていると。オークもありましたね。ここがあれかな、ちょっと戦ってるんで、ちょっと文明が成長していると。軍事力に関して。さあ、小競り合い続きますね。この間に下がね育つわけですよ。人口数的には人間一強が今どんどん広がってますね。特に進出が早かったので、ここを制したのはでかいんじゃないかなと。さあここら辺ね、果物を回収して、そして畑ができるんで、これは大きいですね。この多くとの小競り合いに勝っていけば安定して人が増えるんじゃないかなと。
他はまだ出てきてないですね。さあ完全ここだね。まあ、とはいえ多くの個体値が高いので人間は単純には押し切れてないですね。この皮を使った弓打ち、さあ素晴らしい攻撃でしたが、足りずと。だいぶいきますね。さあこれお互いが発展した場合ね、ここの皮を挟んだ打ち合いになるんじゃないかなと。まあ、つまりいい武器をつけれる方が勝つみたいなね展開があるわけですよ。ちなみにこう武器はね、ブロンズ素材とレア度とかがあったりするんで、これがねうまくいってればいくほど、まあ、強い武器ができるんで圧倒できるよと。まず多くの攻撃かな。人間すごいね、明らかに抜いてますね抜けてるな数が。まあ大体まあ勢力3倍くらいかな、大体の勢力もね3倍くらいいるよと。多くの場合2倍くらいか。エルフ、ドワーフなら簡単に倒せそうですね。さあエルフが動いたかと思われたが動いてないか。これエルフじゃないですね、蜂でしたね。まだ真ん中出れてないか。さあここら辺熱い戦いですね。じわじわとでも人間が押すんじゃないだろうか。さあ多くはまあ食ら取ったみたいですが、畑は奥にあるんですね。最初のとこに作れたよと。全員そうかな。じゃあね、全員そうだね。ならまあしばらくはこのままいけるか。この新しいね地域が発展する際には畑がいるよと。さあ頑張れ人間、こう勝ってほしいですね。一応ねもう一個ね1対1用のマップがあるんで、それも見てみたいなと思うんですよ。で船が増えたんでね、そういった船用のマップとかもちょっと見つけてきたらねやってみたいので。さあまずは一応ねこの4種族で最強決めようじゃないかとついてますが、さあオークがね一気に出てきましたね。かなり建物壊されましたが、まだまだ多くの進行は続くよと。さあ反撃を受けましたね。さあ人間も出ました。これぶち切れてますね。ただ装備が貧弱化、防具がないように見えるんですけど、数のみで頑張ってますね。小勢で勝利しまして建物破壊していっています。しかしここで停滞反撃。さあ攻守交代かどうか。攻守交代者ね。オークが攻め込んできました。さあ人間は、ちょっと下に越えて廃墟と作りましたね。ドワーフ伸びないですね。どうしたのか、もともと伸びづらいのか、まあ、個体がね個体値が高い種族でありますが、なかなか増えてはいかずと。サイルフ着々と勢力を伸ばし、まあ繁栄の遅れているドワーフの方面に向かって進出をしていますね。さあ人間オークはこれ多分もう多分同数までいくね。この感じは人間初期のアドバンテージは使えず、多くの反撃の前に倒れるかといったところで、新たな勢力の参戦がね望まれますが、戦うな多くと人間のみか。エルフそろそろいけそうですけどね。何をしているんでしょうか。海水でも取ってんのかな。最初立地的な船が作れるんですが、それはどうかな。あ、一応浅瀬だから無理かな。どうだろう。
この辺全体的に浅瀬なんで、まあ、この深いところ以外は移動できるのか。お、これは人間群か。いや、人間とエルフと多くいないか、ここに今どういう戦いだ。一回のおさらいしましょうか。まず人間の相手は多く、多くの相手にエルフと人間と、あ、ここまあ連合ある種組んだわけですね。なので今多分いたと。さあここに来てエルフが参戦しました。オークはきつい、この2正面作戦ですね。かなり大変な状況で、まあ、エルフの方に攻め込んだら人間がやってくると。さあ来ました、勢いに乗って、まず衛星都市が潰れました。これによってオークは本拠地のみ。本拠地を広げる方がね、ここの場合は良さそうですけどね。さあ畑を失いましたね、これは大きいぞ。さあここでエルフはどうだろうか。新たな手は打たず、子供がちょっと多い印象ですね。まだね、子供が多いかなと。人口はいるんだがそれではきついかな。さあ、あ、終わったか。多分人間援軍が欲しかったでしょうね、もうちょっと。お、ちょっと待て待て、リーダー見つけました、リーダー。さあこれオーク軍リーダー、エピックエポン、シルバーの弓と。これは強力なもの持ってますね。こいつが一つキーマンか。今落ちることができたら大きいと思いますが、おっと、これはどうだ、ここにいます今。さあ死にましたね、エルフかな、今この辺から撃たれてやられたと思うんですが。これ今何、ドワーフかな、ドワーフっぽいよね。ちょっと待てよ、一回止めますね。混沌とします。今人間オークとドワーフと戦い、ドワーフは人間を攻め、でオークは他と、まあ、エルフと和平することによって人間のみと戦い、エルフが今平穏で人間が、まあ、さっきのオーク状態になったよと。二正面作戦ですね、新しい。ただオークの大将は一回死んだんで、これによって国力がね下がっている説ありますが、まあ、どうだろうか。さあこれきつそうですね。ちゃんとドワーフも下からねじわじわ来てと。あ、ここにいた人間が邪魔で倒した説あるか。で船が出てますね、浅瀬やっぱ行けるんだね。船は今回においてまあ重要ではないと思うんで、まあ行けますしね、普通に陸から、まあ、引いてみますが、船は今人間のみかな。2つの町、まあ、他のね種族が船を作ると交易できるんでお金になるんですが、ただ1種族で船を持っている場合はただ、量ですね、魚が釣れるだけなんで、まあ、食料面でアドバンテージのみと。さあドワーフも来てるね。ドワーフの方に行きました。でもないか、やはり狙いは大きなんだと。ドワーフよ手を出すなということですね。この地形やっぱいいですね。近接にとっては地獄ですが、弓にとっては非常にこう回る羽目になるんでね、移動がしやすく倒しやすい。さあドワーフもね引きずられてきましたね。あ、これはいったか。さあ報復だと多くに勝てそうだったんだがね、参戦させられたんで苦しみましたが、逆にこうドワーフが滅ぶ可能性がありますね今ね。手を出さなければよかったものをと。あと2件、あー消滅です。これはドワーフ滅亡、この領土を誰が使うのか、これは非常に大きいですよ。
さあ人間これ勝ちそうですね。ちょっと最弱種族としてねずっと思ってたんですが、で船のアップデートではですね、まあ船5ですね、船5、まあ最近のアップデート後はですね、エルフがちょっと強いみたいなねコメントも聞いたんですが、そこまでまだその辺に見せずと、戦っているシーンをそこまで見てないんですが、どうかな、それを見せてくるだろうか、まあ、それか単純になんかオークがね弱体化した可能性もありますよね。あとドワーフね、まあ、武器が増えてレア度とかができたことによって、まあ、純粋な個体値個体差、まあ、体力と攻撃力はね高かったりするんですけど、オークとかドワーフはねそれを埋めるものができたので、まあ、数によってこう押せてしまうというのがあるから、人間がねちょっと昔の印象のままじゃねダメなんじゃないかと思わされるわけですね。オークもこれいったんじゃないかな。もうこうなったらおしまいだね。さあ人間かつての弱小勢力人間の活躍により今ドワーフとオークともに滅ぼされましたね、昔のツートップが。さあでは世界が二分されました。エルフはねあの戦いの中でなんと地味に下から個性力を伸ばしていたと、人間にやらしたわけですね、つまり人間にやらしたわけですよ、全ての戦争とかを。で各都市で見たらだってね、衛星都市で見たらほぼ互角か、なんならちょっと余ってるくらい。ただ首都の性能が違いすぎるんで、単純に反乱をしてしまうという可能性がねエルフにありますが、そんなに人口では変わらないと。さあ急速に伸ばしてますね。戦う気はないのか戦う気はないのかと。どうしようか、ちょっとデスマッチいきますか。じゃあここでですねこの戦争を、誘発させて、これでまず戦いますね。の上でこのランダムイベント切ります。こうするとね多分和平もできなくなるので、つまりどちらかが滅ぶまで戦うと。3倍でいきましょう。最終決戦ですねこれがね、人間エルフの総力戦。さあ凄まじい、どちらが押し切るか、弓の量がやはり物言うのかと。さあ装備では人間が有利か、非常に弓が多く見えますね。さあ孤立した人間の左下の領土を今エルフが攻撃し、人間の軍は押されていますね、押し込んではいないと。442かと、人口的にってなると総数で見ると多分人間の方が少ないのかな。200人、ギリ200人くらいですよね。あこれエルフのこの戦略に苦戦します。今溶岩のね判定が明るってくると、さあちょっと厳しいか。エルフは、本土にいたってやはりまだ子供が多く成長を待っている形で、ほぼ全ての兵力が今戦っているんじゃないかと思いますが、もう弓しかいないですねお互いね、弓戦になってくるよと。エルフの弓が強いとかがあるのかな。この戦い始まった最初は人間の方がね弓部隊が多かったように見えたんですが、おおー今近接で来ましたけども、撃退され、どんどん弓が来てるかな。なんか弓の増え方が尋常じゃないですね。
これはきつそうだぞ。人口があんま変わってないんで、多分エルフが一方的に増えてるのかなと。ちょっと見てみますか。弓、普通の弓でそんなに性能も良くはないですけどね。何が強い？アタックスピードとかクリティカルヒットが高いかな。ちょっと見てみますか。これがエルフのパラメータだね。体力とかこのダメージ自体は武器で補えるんで、多分この辺が重要なんじゃないかなと。さあ人間も同じくらいですね。 10%61 体力がエルフの方が若干多かったかなくらいで、まあ、レベルの差もあったりするんですが、多分エルフの方が若干体力多いよだけなんじゃないですか。さあ今何がねちょっとこの勝敗分けているのか。結構戦略的な五分でしたが、さあ人間ね、これ来てるやつ武器がないように見えるんですよね。さあこれはこれは終わったね。エルフの船は、船、あ、ありますね。しっかりと作ってきたか。さあ、まあ、これ見てれば分かりますが、どんどん、ね、エルフの方から成長した戦士がやってきて、人間の方でちょっと子供までもがね殺されてしまって、まあ、成長ができないのでもう戦う術はないのかなと。もしこういう軍事戦に人がいる場合はそれを解放したらねいけると思うんですが、多分いないですよね。さあ一旦戻しますか。さあこのね、対象のマップで戦ってみました。一応チャンピオン決定戦としてやりましたが、そうですね、人間とエルフの戦いになりましたね。ドワーフとオークは、特にドワーフはあんま何も見ずに人間の活躍によって両方とも滅び、最後はその人間をエルフが倒してといった形になりましたね。いやーまあそうですね、全部全面戦争とかでねずっとやったらまた結果とか変わりそうですけど、外交をつけたままやると、まあ、一応このねディプロマシーという、まあ、外交のパラメーターもあって、ここ結構ね重要するみたいなんで、まあ、それも相まってかエルフがね、まあ、最後人間をこっそり救う形で持っていきましたね。ちょっとねエルフの力がね分かりきってないんで、まあ、人間とじゃなくてオークかな。やっぱオーク好きなんですよ、まあ、強いし。一回見ますか、ちょっと答え調査をね。さあ彼らまあクリスマスですけど、彼らがいまして、人間ね、まあ、これ一般的な強さね、特に何もないし、まあ、こんな感じであるよと。でエルフ、人間より体力が多いよと、まあ、ちょっとねついちゃってますが、外交はこいつ5でエルフが28と。でオーク、体力がエルフより30多くて攻撃力も高いと。で、防御力もあって、で攻撃速度もあると。外交が1ですね。人間より低いと。で、ドワーフ。体力200、人間の倍あって、攻撃力なども高い。ただ、スピードとか、その辺が低くて、攻撃速度もちょっと低い。で、外交は4というところで。まあ、もしね、まあ、これが、まあ、絶対値じゃないんですけど、まあ、この、いろんなね、特性で変わるんですが、およそエルフが高そうなのは外交だとしたら、まあ、なしでも8あるんで、そこの部分で多分勢力多い時とかに安心安定の成長してから来るんじゃないかなと。でクリティカルヒットはね初期だと0ですが、まあ、弓をつけると10%になるんで、まあ、弓によるクリティカルヒットっていうのが結構効いてくるんじゃないだろうかと。ちなみに建設武器だと 0% ですよね。弓リーダーみたいね、弓、まあこのしょぼいやつでも 10%、
トップ出してもらえますか。トップはここにいるかな。国を見ないといけないか。でこいつですね。これがトップのパラメーターで、レベルは3、攻撃力は33と、体力も上がってますね。ただクリティカルはなんかないですね。30% 上がってるらしいけど、どうした下がりすぎじゃない？いろんなことで下がってますが、多分下がらなければ 30% 脅威のクリティカルヒット率で倒せると。で、外交は41。やっぱこういうのがトップに来るんで、エルフ強い説ね。やっぱ弓のクリティカル率が重要なんじゃないかって思ってきたんで、ちょっとね、まあ、今回まずエルフが一勝ということにしまして、次はね、1対1マップでオーク対ドワーフにしようかな。ちょっと待ってね。個体差で言うとドワーフの方が多いので、強いので、いいんじゃないかなと。パラメータで言うと人間、エルフ、オーク、ドワーフが強さ順なので、どっちにしよっかな。まあ、それはまた決めますか。とりあえずエルフ対何かで、1対1でいこうかなと。まあ、遮るものがないので、単純な力の差が出ると思いますね。